神と共に生くる道今ここに勝利がある今が全てである過去も未来も考えることなしに今ここに自分において神が生きていると感じよ今が私の日であり今が神の生命の出発である今ここに神が生き今ここに勝利がある今日が勝利の日であり今日が幸福の日である今神は我と共にある何を憂えんや 今、神の知恵は我が家に働き、今、神は我を導き保っうているのである。昔はこうであったとあなたが言うようになったとき、あなたの生命は前方に向かわずに後方に向かう。それは進歩の停止であり、老衰の兆候である。今を祝福せよ。今が幸福の時である。今ここに我が家に生きる神を自覚して、神と共なる自己を祝福せよ。今万物は新たである。 今あなたは幸福である。今あなたは神と共にある。審判心理第9巻74ページ。日々これ口実である。あなたの健康が衰えたとか、病気が現れたとかいう時には、今私は神の生命を無限に受けているのである。今日直ちに病気は治癒し、無限の勢力はこんと湧き出ると念ぜよ。 だんだんことして神より与えられたる完全の権利を主張せよ。明日のことを思いわずらうが、明日は明日にて垂れり、今が新しき命である。無限の力が今この一点に凝縮して現れる。今が機械である。新しき生命と、新しき力との機械である。日々これ口実である。今与えられている神からの贈り物、無限の生命力と無限の知恵と、を完全に受けていることを承認せよ。 自らその贈り物を受けていることを認めることを拒むな。与えられていても認めることがなければそれは与えられないのである。素直にあなたが神の生命を受けていることを承認せよ。審判心理第9巻75ページ。面白くない出来事が起こりましたら、何か不都合な出来事が起こってきたとき、その不都合な出来事の表面の姿を心でつかんで、 自分の心をその不都合から放たないでいますと自分の心がその不都合さに縛り付けられて自由を失ってしまって自由自在の活動ができなくなりますから失敗するに至るのであります。それよりもまず神の方へ心を振り向けよ。そしてこの事件に対しては神の愛と知恵と調和とが 自分のためにも彼のためにも働いているのであるから必ず好都合に解決すると強く強く念じて神のお計らいに信じてお任せしておくのが良いのであります私たちの想念は習慣性を持っておりますから心配する癖をつけますとますます心配するようになり神に任せて明瞭になる習慣をつけるとそのようになりますから神に祈ってお任せする習慣をつけましょう審判心理第9巻79ページ 神に守られている思いを潜在意識に印象しましょう。神が常にあなたの事業を守っていることを信じなさい。神の愛が常にあなたの子供を守っていることを信じなさい。信ずるとは表面の心でただポカンと漠然とそう思っていることではありません。常に心で唱えることです。現在意識がそれを忘れていましても、潜在意識は常に、神は常に私の事業を守っている、 私の子供を守っているという壮年でいっぱいになっているのでなければなりません。仏教でも普段の念仏というのがあります。表面の心の動きよりも、心の底に流れている全身の思いが神に守られているという壮年で常に満たされていなければなりません。我は神に守られて常に健康である。我は神に守られて常に幸福である。我は神に守られて必ず栄える。 神の知恵は常に我を安全と繁栄に導き保うと念ずるようにいたしましょう。審判心理第9巻8182ページ。神の喜びを我が喜びといたしましょう。神は霊的喜びである。霊的喜びが私の喜びである。この言葉を真相観中に自己暗示的に毎朝言う20回ずつ唱えよ唱えること1ヶ月または数ヶ月にして、 あなたの心に今までにない霊的な喜びが湧き上がってくるのを感じられるでありましょう。神は本来喜びそのものであり、喜びによって実在の世界を作られたのであります。創世紀の人間創造の記録に人間がエデンの楽園に置かれているのもそのためであり、仏教において諸仏の世界が聖言極まりなく美しく三下の道たる世界であるのはそのためであり、天理教でも神が人間をこしらえたのは、 物見湯さんをさせたいからとその天地創造説なる「泥海後期」に書かれているのも神の天地創造が喜びそのもののためであることを表しているのでありますその神の喜びを我が喜びとするとき必ず良き事物の創造が現実世界にも現れてくるのであります「審判心理第9巻9192ページ」「魂をたくましく成長せしめるには」 もし面白くないことが起こってきたならばそれを自分を苦しめる災いだと思わないで神の栄えの現れんがためなりと思うことです苦難はあなたの魂がそれを飛び越える力を発揮する練習をするために神から与えられた魂のボディビルをするための道具だと思えばよろしい今こそ神の栄えの現れんがためである神はその無限の知恵もてこの問題を解決したもうと暇あるごとに 機会あるごとに祈りの気持ちにて黙念するが良いのである。神の知恵は至るところに満ち満ちていたもうのであり、この黙念によってあなたの自覚が高まるとき、その至るところに満ちたもう神の知恵に波長が合い、波長が合えば神の知恵が現れてくることになるのである。要するに魂がたくましく成長するためには、どんな現象界の苦難が来ても驚かず平静を失わず神の知恵に振り向く練習をすることである。 審判心理第9巻92、93ページ。頼りになるものは神と共にありという自覚です。本当の頼りになるものは外界にあるのではない。物質や富や境遇や遺産や、そんなものは本当は決して頼りになどなるものではない。本当の頼りは自分自身である。しかも、自分の肉体や腕力ではなくて、内なる自覚である。我神の子であり、 常に神我と共にあり、何をか恐れんやという内的自覚があるならば、現象界にいかなる難問題が現れても少しも恐れることはないのである。なぜなら、どんな現象よりも神は偉大で強いからである。神は無限の知恵であり、神の知恵によって解決できない問題は何一つないからである。常識的に考えてもただ心配するだけでは知恵は麻痺し、周到正確な計画と行動等を取ることはできないのである。 神と共なる自覚によってのみあらゆる問題を解決する良き知恵が得られるのである。審判心理第9巻94ページ。